わらわちゃん、元気出して。みんな、父上を謀反人と蔑んでおる。誰も父上の心を分かってくれぬ。父上は誰よりも優しく、誰よりも天下を思っておる。なのに、誰も、誰も。わらわちゃん。支配人、まだ間に合いますか？キャッ、ナオトラ、どうしたの、そんな大きな荷物持って。やっぱり義母とかやってると、そのなかなか自由に動けないし、本腰も入れられないし。だからいい家はドラマ、いえ、直政に任せてきました。私本気です、本気で可愛くなりたいんです。これは落ち込んでる場合じゃないわよ、わらわちゃん。そうです、一緒に頑張りましょう。いい家家訓、悩む前に行動すべしです。そうじゃな、ナオトラの申す通りじゃ。わらわが悩んでおる間にも世は動いておる。役者は揃いつつあるわね。わらわちゃん、この戦場でも例の作戦よろしく。任せよ支配人、可愛いオナゴを捕まえてみせるのじゃ。ガラシャ率いる美女軍団は稲姫を捕縛し、掛川城から風のように去っていった。時は過ぎ、本能寺の変により織田信長は応し、関東の北条はこの機に勢力を拡大せんと兵を動かす。信長より後進の支配を任されていた滝川一益は主君の無念を報ずるとして撤収を宣言。上田の真田家に対しては身体自由を言い置き、攻め寄せてきた北条を相手に退却戦を開始する。その潔い振る舞いに感じ入った真田家は、一益の退却を支援すべく神奈川で北条軍と対峙。この緊張感あふれる雰囲気の中に、ガラシャ率いる謎の美女軍団が再び乱入した。百花繚乱の将、神奈川の戦い。世界は不思議で美しいのじゃ。いらっしゃいませ、お買い得品があります。毎度ありがとうございます。
ございました。滝川一益殿を援護し、真田の力を世に示すのだ。やはりそうきたか。ここは反撃せずに取らせておくんだ。よし、今こそ氏国の裏をかく。この砦を足がかりに攻め上げるぞ。敵陣目指し突き進め。開門。このままでは父上が危ない。救援せねば。敵援軍が到着する前に氏国を撃つ。後の戦闘に備え迅速に撃ちたいところ。じゃあ東からぐるっと回って南から奇襲行くわよ。みんな
ぞ、賜物よ。渡せたな、宇治国。我ら兄弟の力を見せつけるぞ。ジャミー様がやられちゃってる。またあいつら。工場の結束、兄弟だけではないぞ。ゲッチよ、一丸となり敵本陣に突撃だ。ゲッタッカイドウ。
せがれどもが世話になった礼をしてやら。かかったか。今日はドアホーが大量だ。敵将撃ち取ったり。
じゃ。見事、さらに精進せよ。あの戦ぶりにバギってきたわ。食らわせてやるぜ。やられっぱなしで帰れないわ。私も開門、勝利条件変更。氏康、久々に楽しんでいる。何なんすかね。
の服で勝ち誇って、この展開下世。大量なのじゃ。お疲れ様。どれどれ。清楚系に小悪魔系、あとは野生系か。ま、世の中にはいろんな男がいるし、野生系もギリいけるかな。ちょっと、何が何やらさっぱりなんだけど。つか、野生系って何。東国一の美女が力貸したる。カイ一人じゃ行かせられない。美女じゃないかもだけど、私もいい？もともと。ま、ここで断るってのも不遂かにゃ。みんなで楽しんで、みんなで盛り上げよう。ハムハム、これでいいのじゃ。あの子はなんだかお日様みたい。
みんなから好かれて、みんなを引き寄せて。素敵だな。私もいつかあんな女の子になってみたい。